報道によれば、自民党は派閥の政治資金パーティー裏金事件に関係した議員の処分をめぐり、安倍派幹部の一部に離党勧告を課す方向で検討に入った。離党勧告は党が定める処分で最も重い除名に次ぐ重さ。当初は選挙での非公認を軸に処分する方向だったが、岸田文雄首相らによる追加聴取を受け、党勢低迷を招いた反省が足りないと厳罰化へ傾いた。裏金議員への反発が根強い世論を考慮した。政権幹部が29日明らかにしたとのことです。今日はこれに関して私独自の見解をお伝えしようと思います。なおこれはあくまで私独自の見解であり、単なる一般庶民の嘆きかもしれません。でももし閲覧者の皆様に共感していただけるのであれば、高評価チャンネル登録をしていただけると幸いです。まず自民党岸田総裁は処分する、厳しい処分をすると声高に叫んではいます。その内容は安倍派幹部の一部に離党勧告ということです。しかしこれはあくまで勧告であって、実際に離党を強制するものではありません。自民党としては、お前自民党に迷惑をかけ国民の信頼を失うようなことをしたのだから自民党を離党しろよということで、あたかも厳しい処分をしたかのように振る舞っています。しかしながら離党するかしないかは議員個人の判断することになるわけです。だった離党勧告であって離党命令や自民党除名処分ではないのですからね。離党勧告の結果離党したとしても、彼は自分の判断で離党したということになります。これどういうことかというと、岸田総裁が離党しろと命令強制したから仕方なく離党に追い込まれたのではなく、議員本人の判断で離党したとなり、岸田総裁が断を下したということにはならないのです。つまり結局岸田総裁は何ら処分をしていないということです。昔で言えば武士が打ち首になるか切腹になるかの違いですね。侍にとって打ち首は処罰ですが、切腹なら名誉なので武士の情けで切腹を申し付けるわけです。しかしそれとて切腹すれば命を失ってしまいますから、家族や家来主としても大きな損失になります。しかし今回の自民党の処分は離党勧告の予定なので、切腹にも当たりません。昔で言うなら、切腹したければ切腹してもいいよ、もちろんこのまま生きていてもお咎めなしだよとなります。全くこれのどこが処分なのでしょうか。そしてたとえこの離党勧告処分を受けた議員たちが自民党を離党したとて、議員辞職まではしないわけで、すると国会議員の給料である月給や文書交通調査費、無料の議員パス、航空券、ボーナスである期末手当などはずっともらい続けるわけです。もう一度言います、全くこれのどこが処分なのでしょうか。そしてこれはさらに私独自の見解ですが、岸田総理総裁が安倍派幹部を厳しく処分できない理由を知っています。一つは今回の裏金問題は岸田派の会計責任者も当事者なのです。岸田派宏池会ではパーティー収入の一部など3000万円を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、元会計責任者が東京地検特捜部に立件されています。つまり安倍派幹部にあまり厳しい処分を下すと、岸田よお前はどうなんだ、お前んところの派閥の会計責任者も立件されたじゃねえかよ、他人に厳しく自分には甘いのかよとブーメランが返ってくる恐れがあるわけですね。だからきつい処分はできない。もう一つは岸田総理が自民党総裁選を勝ち抜く際に安倍派の選挙協力を得て安倍派に支持してもらった。だから今後も安倍派に内閣を支えてもらうためにはきつい処分はできない。いくら安倍派が解散したからといって人のつながりというのは
ソースを預か単に消えるものではありません。よって今後も旧安倍派の勢力は無視できない。もう一つ大事なことがあります。自民党は世襲政治家が大変大勢います。岸田総理自身世襲政治家であり、祖父の時代から続く三代目です。なぜ世襲政治家が生まれるかというと、政治家というのは非常にうまみのある美味しい仕事だからです。まあ本日は政治家の特権やうまみについての説明は割愛しますが、とにかく世襲政治家はこの利権を手放しません。岸田総理とて例外ではありません。岸田総理は自分の息子の岸田翔太郎君を秘書として雇い、さらには総理大臣秘書官に登用しました。岸田翔太郎君は不祥事を起こしてすでに総理大臣秘書官役職を解かれましたが、この不祥の息子を何とかして岸田家4代目の世襲議員にしたい。岸田総理は絶対にそう思っているはずです。現在の選挙制度では衆議院議員は基本的には一人区を勝ち抜かなければ当選しません。自民党では党の執行部が選挙の公認を決定します。この公認がなければ選挙費用である公認料ももらえませんし、何よりも自民党の看板、バックアップ、応援弁士も来てもらえず、都市空間の選挙活動をしなくてはなりません。そのためには息子に代を譲るタイミングにおいて執行部に嫌われることは何としても避けなければなりません。もし今安倍派幹部に厳しい処分をして安倍派の恨みを買い、自分が引退、息子の翔太郎君に次の衆議院議員選挙に出馬させる際に自民党執行部を安倍派が握っていたら、翔太郎君は公認を得られず安倍派の対立候補を立てられるかもしれません。もうそうなったら落選確実です。つまり今の時点でもうすでに息子を人質に取られているわけです。だから安倍派に厳しい処分はできない。いや、今回の件だけではなく他のどの議員が不祥事を起こしたとしても岸田総理総裁は厳しい処分はできないのです。事実、自民党岸田派の衆議院議員吉川赳議員がパパ活と呼ばれる女子高生買春事件を起こした際、吉川議員が自主的に離党した以外は自民党としては何らの処分を下しておりません。自分の派閥の議員ですら能動的な処分をしないのです。これは何も岸田総理総裁に限った話ではありません。誰が不祥事を起こしても事件を起こしても処罰なし、お咎めなしというのが今の自民党なのです。なぜこんなことになってしまっているのか、それについてはまたいつか機会を見てお話ししたいと思います。とにかくこのようなぬるま湯体質で権力にしがみつく自民党は、国民目線の政治は絶対に行わず、そうも変わらず政治献金に頼る大企業べったりの政治、選挙の票目当ての怪しげな宗教団体べったりの政治を続けることでしょう。このままでいいのでしょうか。この国の行く末が大変憂えます。では今回はこのあたりで。なお、これはあくまで私独自の見解であり、単なる一般庶民の嘆きかもしれません。でももし閲覧者の皆様に共感していただけるのであれば、高評価、チャンネル登録をしていただけると幸いです。